ファウストはドイツの作曲家、ルイ・シュポアが作曲したオペラである。1808年にファウスト第一部が出版されているが、ゲーテのファウストには影響されていない。バーナードのリブレットは、主にフリードリヒ・マクシミリアンクリンガーやハインリヒ・ホンクライストのファウストの劇や詩を参考にしている。ルイ・シュポア・シュポアは、ゴータでの宮廷勤務を辞め、 ウィーンのアンデア・ウィーン劇場に赴任していた。この劇場は、フェルディナンド・パルフィ・デアルドード伯爵が購入したばかりのものだった。シュポーアは1813年5月から9月までの4ヶ月弱でオペラを作曲したが、パルフィ・伯爵との間に問題が生じ、ウィーンでの上演に支障をきたした。しかし、ジャコもマイア・ベイアに楽譜を渡し、マイア・ベイアが演奏し、 シュポアは口笛で聖域を補いながら歌った。ウェーバーは1816年9月1日に、プラハのエステート劇場で、ファウストの初演を指揮した。ウェーバーは1816年9月1日に、プラハのエステート劇場で初演した。このオペラの原型は、全二幕のジング・シュピールである。1851年、シュポアはこの作品を、全三幕の大作オペラに仕立て上げ、 セリフをレチタティーボに置き換えた。このバージョンは、1852年7月15日、ロンドンのコベントガーデンにある、王立ロイヤルオペラハウスで初演され、1984年2月には、ブルームズベリーシアターのユニバーシティカレッジオペラで、上演された。1993年には、ビーレフェルトオペラがこの形式のファウストを上演し、1931年以来、 世界で初めての上演となった。式はジェフリー・ムール、演出はマティアス・オルダーグで8回の公演が行われ、その後 CPOO に録音された。ファウストは若い列車への愛と、旧護伯爵の婚約者である国軍でへの思いとの間で揺れ動いている。ファウストは悪魔のメフィスト・ヘレスと契約し、邪悪な騎士ガルフの魔種から国軍でを救い出す。 ファウストは魔女シコラックスから惚れ薬を手に入れ、結婚祝いの席で国軍でに飲ませる。花嫁が突然ファウストに情熱を燃やしたことに激怒したヒューゴ伯爵はファウストに決闘を申し込む。ファウストはヒューゴを殺して逃走する。一方、ファウストの初恋の人レシェンは絶望のあまり、溺死してしまう。メフィストフェネスはファウストを捕らえ、地獄へと引きずり込む。 ありがとうございます。